まあ、本当に今日倉林明子さんとね、小池晃さんの、インタビュー動画がすごい好評なんでね、まあ、あれも、広めといてほしいなというかね、京都の方がちょっとわかんないですけど、タブレットで見せましたと、なんか、集会かなんかでね、なんかそうやってこう、見せてくれてはる人もいるみたいでですね、まあ、ぜひぜひ、まあ、ダウンロードしてでもね、集会とかで、見てもらえればいいんちゃうかね。上映会とかね。いや、僕もすごい面白いと思うね。倉林明子さんとのお話っていうのが。まあ、一番最初の、2分ぐらいにまとめたやつが、動画の最初であるんでですね。まあ、そこで十分ね、この人面白いなっていうのが、わかるんじゃないのかなと思う。ぜひ、見ていただけたらなと。見たら、こう、京都に行った回もあったかな。二日連続で京都に行きましたから。キハさん、こんばんは。猫時計さん、お茶ありがとうございます。お久しぶりです。この間の憲法集会で、肉球新党のブースで買ったバッジです。少し前にアイコン変えました。いいんじゃないですか。憲法集会にね、まあ本当の衆参ダブル選もあるかもしれませんしね、こう選挙で言えばね。本当なんか、いろんなね、あると思います。だからまあ参院選が近いからね、まあいろんな動きもあるわけで、まあそこはね、すごく、気になってるところなんですけども。まあ、いろいろありますよ。天城直人さんは、なんで怒ってんのかわからへんしね、まだね。そんなんいいんですけど。またお話聞かしてもらえればね。まあ、嬉しいんですけど、八坂さん、こんばん、プグニャン。松井さんが北海道に謝りに行ったぞと。正直もう関西に帰ってこんで、と。今日維新の松井さんがね、この間の丸山穂高さんのね、戦争しないとと、北方領土、奪還発言っていうのがね、問題になりました。もうやっと今日松井さんが、謝罪に、札幌かどっかに行ったんですね。まあ、遅いわっていうね、ほんまに。もう、まあでも、こう、境情勢にね、なんか影響出たらいいなと思ったら、やっぱり、まあ、情勢調査ではやっぱり維新が強いなと。維新の長藤さんが、まあ、先行してるのかね。で、それを、まあ、元自民の、今無所属の野村智昭さんが追うってなっててですね。まあ、これちょっとやっぱり、厳しいかなというふうには思いますよね。立花隆さんは、まあ、苦戦と書いてはりましたよ、N 国の。まあ、立花さんはね、別に、自分でも通るっていうことは思ってないって言ってたんで、まあ、参院選の、なんですか？宣伝みたいな感じで出てはるみたいなんでね。まあ、でももうちょっとね、なんか、もう、市民の方も、まあ、しゃあないんですけどね、堺市長選も、大阪自民がもう、渡嘉敷直美さんが会長になってね、今回応援しないと。で、公明党は公明党でね、維新と、都構想に協力すると言ったんでですね、まあ、ほとんどもう孤立無援というか、もう自民も公明も、堺市長選について、何もしないと、公明も自主投票やったんちゃいますかね、多分。ほんまに。けしからんない。と思いますけども、本当に。まあでもね、まあまあ勢いのある時っていうのはね、何をやってもこう、しゃあないっていうのはあると思うんでね。まあもうちょっと、まあ大阪の皆さんがね、維新の、ねえ、この丸山さんとか長谷川豊さんとかのね、あんな聞いてね、
ちょっとは思いとどまってほしいかなと。ああ、やっぱり維新でいいのかなっていうね。って思いますけど。ゆきちゃんっていうんですか。こうちゃんかゆきちゃんかわかんないです。こんばんは。歴史のある堺市は残した方がいいと思います。ねえ、だから堺市もこう政令指定都市ですからね。それを、まあ、今はね、今長藤、維新の長藤さんは言ってませんけども、まあ前は大阪都構想に堺市も入ると、そういうことを言ってたわけでね、維新がね。まあ大阪市も政令指定都市でなくなる可能性っていうのが高くなってきてますからね、本当にいいのかなと。今までね、財源とか自由に使えてたものが、使えなくなる。まあそれによって住民サービスが低下すると。それでいいのかなっていうね。僕思いますけども。堺市長選も、今回はちょっと苦しいかなと。来年の大阪市の住民投票、都構想の住民投票もやっぱ苦しいかなっていうのが今のとこじゃないのかな。いうのは思いましたけど。MN さん、参院東京選挙区、音喜多さん、やっぱり維新から出るんですね、と。リベラル系3人とその厳しくなってきた。野党支持者が自主的に複数の世論調査で上位3人に集中して投票して3枠確保したんです。まあこれ、音喜多さんね。まあもう、各紙報道されてますからね。まあ出るのは間違いないと。音喜多さんは新しい党から、新しいの党の代表なんですけども、まあ出るのは維新からと。いうことで、これは、間違いないみたいですね。僕も、某筋から、そういうの、聞きました。まあ、新聞載ってますからね。もう新聞に載ってますから。ただ、まあ、音喜多さんの場合は、まあ、当選するっていうのも、目的あるでしょうけども、まあ、比例で維新の柳瀬、なんとか、博文さんでしたっけ？なんかね。柳瀬さんという方が、比例に出はるんですよね。全国比例で、今、東京都議やったんですかね。その方を通すのが、まあ、音喜多さんが、出る一番の目的なんちゃうかなと。いうのは思いますけどね。まあ、音喜多さんもね、この間、北区長選では、すごい善戦してたね。5万票ぐらい取ってたんですよね。現職の、高齢のね、区長さんに対して。だからそこそこ取るんちゃうかなと、音喜多さん。まあ、それによって、どこが煽りを食らうのかと。言ったら、やっぱりその立憲の塩村あやかさんか、あるいは、この間ね、出馬表明した朝日新聞の元記者の山岸さんですか。まあ、男性の方ですもん。この方の票をね、音喜多さんが食うっていう可能性はあるんちゃうかなっていう気はしましたね。国民民主は出さへんのですかね。まあ、国民民主も出したら出したでね、あれでしょうし。まあ、ひょっとして、山本太郎さんの票だって食う可能性もあるかもしれないということでね。まあ野党もね、安心はできないんじゃないのかなと。意外と取ると思いますね、音喜多さん。もう全然僕は取らへんやろう思ってたんですけども、北区長選で、5万票取ったっていうのは、まあ、侮れないんじゃないのかな。思いますけど。衆参ダブルない方にお茶100かけますと。まあ、ないかもしれませんけどね。ないかもしれませんけども、あると思ってね、やっぱり野党共闘を進めてほしいなと。まあ、参院選の複数区に関してもね、やっぱまとめてほしいなと。なんか票が割れてね、複数区であっても、まあ、1人区はね、30区、32のうちの30がね、決まって、まあ、ほぼ全部決まったと言っていいんですけども、まあ、他の区でもね、2人通るとことかね、まあ、そもそも京都とかね、
もう、まあ、一本化できたら一番いいんちゃうかなと思うんですけど。武雄さん、お久しぶりです。まだだね。おじいさんいじめに行った。間垣さん、こんばんは。今日投開票の蕨市でしたっけ？蕨市長選。共産党系の現職が自民系新人を破りましたと。すごいですね。これはすごいですね、ちょっと。お、すごい、すごい。これすごいじゃないですか、これ。共産党員の市長が誕生したと、これ。すごいですね、これ。埼玉。はあ。これ何票なんですかね。任期満了に伴う埼玉県蕨市長選が2日と投開票され、無所属現職の、瀬高さんっていうんですか、が、無所属新人の元、新聞記者の鈴木さん、自民追選を破り4選を果たしたと。瀬高氏は全国唯一の共産党籍を持つ現職市長。現職市長なんですか、これ。4選してると。すごいっすね。すごいっすね、これ。僕の聞いてる人もね、結構、共産支持層の方も聞いてると思うんで、すごいじゃないですか、これ。まあ、現職です。もう現職ですよね、これね。すごいで、4選するってすごいですね。意外、16年でしょ、これ。今回ね、今まで12年続いてきて、今度16年と。だ京都もね、この間、京都の共産党の渡辺院長も、蜷川府政が28年続いたと、言ってはりましたけども。埼玉すごいですね。これ埼玉ですよ、これ。はこれはちょっとね、また、YouTube にアップしときましょうと。今日の、これを。へえ。そういうとこあるんですね。いや、僕ないと思ってました。ね、東京の矢野さんがね、何市でしたっけ、あれね。ちょっと忘れましたけど、矢野さんがずっと、共産党市長としてね、続いたっていうのはありましたけども。まあやっぱり、なかなかこう、底力はあるとこはあるんですね。ポコアポコさん、週刊誌に出てますと。何が出てるんですか、これ。浅井記者、知名度低いのに出馬表明遅すぎのような気がしますと。連合が票を回すのでしょうが、塩村さんを通すのは現実的だと。まあね。狛江市ね。矢野さんは狛江市ですね。ありがとうございます。塩村さんもね、今どれだけのその票が取れるのかっていうのがちょっと読めにくくなってるっていうところに、まあ不安があるかなって思うんです。アムネスさん、国民民主も出してます。ああ、そうそう、水野さんや、JAXA のね、宇宙関係の水野さん。いや、だから本当、票食いますよね。水野さんと塩村彩香さん、ほんで、こう、山岸さんね、浅井記者。この辺もちょっと考えた方がいいんちゃうかなと、思いますけど、立憲はもう一人にするとかね。まあ、今更できないのかもしれませんけど。いや、票食ってね、みんな、こう、幸せにならないっていうのはなんか残念かなと、思いますけど。梅村彩子さんのツイートより、蕨市長選、ありがとうございます。あ、得票書いてますね。頼高さんっていうね、瀬高さんじゃなくて、頼高秀夫さんっていうんですね。16,989票。鈴木さん、16,684票。すごいですね。埼玉強いですね。蕨市ね。頼高さんっていうんですね。
難しいですね、これ。ほう。いや、やっぱり底力はあるんちゃうかなと。まあ、この間、京都ね、アルトさんと行った時も、お話聞きましたけども、やっぱ組織力はやっぱりまだまだあるのかなと。まあ、高齢化はね、進んでると思うんですけど。アルトさん、こんばんは。チャオさんが京都の動画面白かったって言ってた。ありがとうございます。また、ツイートかなんかしてたらね、リツイートしますけど。いや、ほんと京都の倉林さんの動画がすごい評判ですよ。まあ、さっきも言いましたけどもね、タブレットで現地で、ね、みんなに見せたとか。いや、ほんと僕、まあ、自分で言うのもあれですけど、本当まあ、自分でってか、アルトさんたちもね、言ってたんですけど、いや、倉林さんのすごくいい部分がね、すごく出たんじゃないのかなと。思うインタビュー動画やったんでね。ああいうのもっと、ああいうとこをもっとね、クローズアップしはったらいいんちゃうかなと。思いました。東京選挙区混戦ですね。もうちょっと考えた方がいいと思いますね。いや、国民民主のね、JAXA の水野さんもいい候補やと思うんですけども、まあ、どこまで浸透するのかなっていうね。まあ、ただ自民党のね、武見さんも、まあ、どれだけ票取んねやろうっていうのも思いますけどね。まあ、医師会のね、組織票はあると思うんですけど、まあ、丸川珠代さんが、まあ、かなり取るのはもう、まあ、見えたあるわけね。100万票ぐらいですか。東京都のポスターでも、丸川さんのポスターばっかりで、武見さんのポスターは、ね、あんまりないみたいな、ね。貼ってなかったと。統一地方選の時っていうのが、なんか日刊現代かなんかに、書いてましたけど、ね。まあ、もうちょっとまとめない。立憲は一人に絞るとかね。もったいないね。国民民主もいい候補やと思うんですよね。水野さんね。JAXA の人。でも浸透してんのかなと。朝日の山岸さんもまあ、のび太くんみたいな感じでね、いいのかもしれませんけども。浸透してんのかなって、そこがね、気になりますけど。青森県知事選は現職が当選確実と。まあ、青森はね、三村さんですか。5回目ですか、これ。青森はね、やっぱり、まだまだ、強いでしょうね、これね。DVD にしようかってね、書いてた人言ってましたよね、倉林さんの。まあ、あれ配りっていうね、ほんまね。あれ配りなはれ、と。本当に。いや、もう本当に面白かったね。渡辺院長とのインタビューの話もすごく面白い。アルトさんがね、なんか2分ぐらいの動画でツイッターにアップしてて、先僕もリツイートしたんですけど。まあ、やっぱりなんか楽しそうに喋ってるとこっていうのがすごく大事なんちゃうかなっていうのは、思うんですけどね。正直水野さんを立憲が出してほしいと。いや、それ思いますね。もう、なんていうんですか、もうこんなやったら怒られるかもしれませんけど、もう、立憲と国民主がね、もう水野さんで一本化するとかね。それぐらいいいと思いますよ。水野さんは、家庭もあるっていうことでね、まあ、そこそこ票を取るんちゃうかなっていうのは思いますね。音喜多さんは節操ないと。まあ、節操ないですけどね。音喜多さんね。いや、もう何がええのかなと思うんですけども。まあでも、なんか、音喜多さんは音喜多さんで、いろいろ考えてるみたいなね、なんか感じもするんです。東京で立憲2人出すのは、街宣車2台回して比例票を拾うのが目的と。まあね、まあそういうのあるかもしれませんよね。まあ N 国もね、なんかいっぱい候補者出して、っていうのをなんかやるとか言ってたみたいですけど。
なんかいまいちこう、飛び抜けた、例えば蓮舫さんへとかやったらね、あ、これはいっぱい通りそうやなっていうのは思うんですけど、まあ、他の今回出る人でこう、飛び抜けてっていう人があんまいないっていうのが、ちょっと気になるとこ。拾うもんさん、よしや。もしやのっていうね、ちょっと思い出しました。岸壁の母。確か、参院埼玉選挙戦、元教員の安倍元議員がいてました。あ、そうですか。安倍元議員ってどのあれなんですかね。東京新聞、青森県は女性議員ゼロの町村議会が全国で一番多いそうです。あ、そうなんですか。あれね、共産の満徳直子さんは青森市議会ですかね。いや、僕はもう本当も何回もツイキャスでも言ってるんですけども、配信で言ってても、もう満徳さんみたいな方を本当にね、大切にした方がいいと、共産党はね。N 国、自民票奪ってくれるかなと。まあ、奪ってくれたらいいんですけどね、これ。こんにゃくさん、うさんくさい政治家の成分に詰めると、王さんができる。音喜多さん嫌いな人多いですね、なんかもう。わからんでもないですけど。僕も全然好きじゃないですけど。音喜多さん新しい、党のことなんかもう頭が抜けてるでしょう。音喜多さん結局何がしたいのかよくわかりません。さっぱりわかりませんね。安倍元議員っていうのは共産党の元参議院議員なんですか。あ、そうですか。さすがもうこう詳しい、いや、僕より詳しい人がいっぱい聞いてますからね。音喜多さんは飛ばすのシルバーパス廃止とかいう新自由主義者、弱者切り捨て。もうこういうのダメですね。だからまあ大阪の維新とかもね、ほんま委員会なと、思うんですけども。いや、そらそうやなと。まあでもこういうね、多分維新とか音喜多さんみたいなことを言う人に入れる層っていうのも一定数いるんですよね。何考えてるのかなと思うんですけど。まあだからそこがね、まあそういう層の票も奪ってくれるようなね、人が、出てきたらいいんちゃうかなと。うさんくさいねと。飛び交う菓子より、まあね、まあそういう実弾がね、いっぱい飛ぶような選挙戦もあるかもしれませんね。ほんまに、もう30分ぐらいですか、これ。あ、もうすぐ30分ぐらい。まあまあ、なんか、こうね、まあでも、びっくりした。蕨市長選で、この共産党籍の人が4選するっていうのにびっくりしましたね。全然知りませんでしたね。僕、蕨市が、その共産党市長っていうね。まあまあ、この間本当、京都はすっごい強いなっていうのね、あれ、富樫豊さんの、インタビュー見ても、ちょっと雰囲気分かってもらったかもしれません。あれ、京都はやっぱ共産党が保守なんですよね、あれ、渡辺さんも言ってましたけど。京都ナショナリズムって言って怒られるのかもしれませんけど、まあ、京都のいいとこを守ろうみたいなね。だからイメージがね、やっぱちょっと違いましたね、あれね。今、民泊、ゲストハウスから、守ろうとかね。まあ、京都の景観問題とかもね、まあ、やっぱ共産党が、頑張ったから、今、こう、保たれてるっていうね。そういう話聞いてね、へえと思いましたね、あれね。大丈夫です。私も好きであります。目が、あれ、上昇志向。もうみんな、音喜多さん嫌いな人多いですね。北区は現職が、年寄りすぎて票が流れた。今夜あると。選挙中は情報会とか
当たり障りないこと言って、当選したら、新自由主義的政策を前面に出してくるのだろうなと。こういうの多いですよね。だから今の堺商戦だってね、まあ、都構想のことは封印してるんですけども、これ市長になったらまた言うんちゃうかと。維新の人がね、市長になったらね。って思いますよ。コインありがとうございます。川口、蕨会は生活しんどい人多いですよ。いや、そうでしょうと。いや、僕、やっぱ全国的にね、生活大変な人多いと思いますよ。世論調査でも生活苦しいという人はね、多分かなり、6割以上おったんちゃいますかね、なんか、国かなんかの調査で。そんなにね、なんかこう、と思いましたけど、ちょっと待ってください。コメント欄がスクロールしないんでね。自分でスクロールさせないと。今日、徳島、高知、学区は共産党の松本健さんが野党統一候補に決まった。あ、高知も強いですからね。吉良よし子さんのお父さんも高知やったんちゃいますか、あれ。この間、当選しやったね。高知も共産党強いんですよね。まあ、ただね、参院選とか、こう、国政選挙で通るかどうかっていうと、まあ、そこまでは、今までも難しかったですかね。京都は、ちゃんと住民本位だったということかと思います。まあ、そういうことですよね。だから、その京都の、共産党の強、なんで強いのかとか、ネットでも共産党、京都強いっていう検索したら 京都共産党って入れたら、強いって出てきますからね、Google 検索でも。なんで強いんやっていうね。もうそこ本当にストレートに聞きましたんで、渡辺さんに。もう本当にね。あれもいろんなすごい人がコメントしてくれたのでね、アルトさんが教えてくれたんで、市田さんが、あれ良かったというコメントを、なんか Facebook かなんかでしてくれてたみたいで、良かったなと。またアルトさんのね、インタビューにまた協力していただければと、思いますということで。これ聞いてる人ね。言うと、評判がいいっていうのはすごい大切なんでね。あら面白かったと。倉林さんとか、渡辺院長のインタビューとかね、富樫さんのインタビュー良かったと。ということを、ネット、ツイッターとかね、あるいは、会った人に言ってくれればですね、まあ、また、インタビューのね、機会につながるんでね、これ。まあ、そういう意味で、よろしくお願いします。おにぎりの中に1万円が入っている。あれ、これ有名ですよね。これ昔ね。今もあるのかどうかしま。川口市、蕨市は外国人が多いことはよく聞くと。なるほどね。周三世さん、こんばんは。今夜ありがとうございます。本当に。まあ、本当に選挙はね、まあ、もう、参院選、もう、あるいはね、まあ、衆参ダブルはやっぱないんちゃうかなと。僕ないなと思ったのは、公明党がね、兵庫選挙区に、数千人動員すると。まあ、それぐらい公明党が兵庫選挙区に力入れてるっていうのが、毎日新聞に載ったりとかしてですね。まあ、ということはやっぱりないのかなと。で、あと、東京12区にね、公明党の大田昭宏さんが、12区を退いて比例に回るというのもですね、まあ、これ衆参ダブルがあるからちゃうかとかって言われてたんですけども、文春か、文春でしょうね。文春の報道によると、そうじゃなくて、大田昭宏さんと、創価学会の、まあ、偉いさんとかですね、馬が合ってないと。
うまくいってないということで、まあ、実質的に降ろされたと。まあ、比例もないんちゃうかと、いうことが、なんか書かれてたんでね。まあ、そういうのからいくとやっぱりちょっとないのかなと、思ったりせんでもないかなと、思うんですけど。まあ、何があるかわからへんからね。やっぱりその衆参あると思って、衆院もね、協力したらいいんちゃうかなと。で、あと安倍さん自身も解散の風が吹いてるとかっていう、自分で煽ってたっていうのもですね、これは日刊現代に書いててなるほどなと思ったのが、やっぱり立憲はお金がないと。政党助成金で、この間入ってきた8億ですか。で、自民党はその、何十倍ぐらいですか？何十倍もないですけど、60億か80億ぐらいあるんですかね。だから、立憲ってやっぱお金が今ないんですね。前から言われてたんですけども。この解散風を煽るっていうのは立憲民主党にお金を使わせると、いう目的もあるんじゃないかと、日刊現代に書いてて、あ、なるほどなと、っていうのは思いましたけど。兵庫立憲の安田真理さん。あ、この方出るんですね。まあ若そうな感じですね、安田真理さん。ね、兵庫選挙区って何人区なんですかね。なんかね、やっぱこうね、こういう人が、取るといいんですけどね、兵庫選挙区も。兵庫はまあ、維新がね、強かったりしますからね、兵庫もね。どうなんかなと。両阿弥さん、埼玉、頼高さん当選しました。わらび市長選ね、これね。これ、ほんとびっくりしましたね。まさかね、ほんとに4選したっていうこと自体が、びっくりと。いうことで。やっぱり倉林明子さんも言ってましたよね。やっぱりチームプレーというかね。そういうのもすごく大切なんちゃうかなと。まあそういう意味でもやっぱり組織のあるところ、組織力、チームプレーというのもすごくね、大切なんちゃうかなと思いました。おやすみなさいと。もう僕も終わります。岡田さんが一生懸命溜め込んだ200億は、玉木さんの、クソみたいな広告で浪費され、戦国武将のね、コスプレ。まあ確かに、いや、インパクトはあったと思うんですけど、いや、だから、国民民主、支持したいかというと、どうかな、みたいなね。まああれもね、いや、広告代理店か広告会社がそういうことを言ってくるんですよね。今回はこんなんどうですかとか言って。まあ、それに乗っかっただけなんでしょうけども。いや、どうなんかなっていう。でも僕、国民民主党でね、ちょっと褒めたいっていうのは、なんていうんですか。褒めてんのか、けなしてんのかわかんないですけど、なんか、バニラ、バニラ、みたいなね、風俗求人高校のトラックみたいな感じのトラックを使って、国民民主党がね、大阪とか、北海道でもね、アドトラックっていうんですかね、あれでなんか宣伝してるのはね、あれはいいなと思いましたね。あれ目立ってましたよ。国民民主党のアドトラック、広告のトラックね。大阪はなんかおばちゃんをメインにした、広告のやつを見てた。まあ、あれがでも、どこまでね、どれだけの人が見られてるのかわかんないですけど。学生時代、早坂茂三さんによると、共産党の上田浩一郎さん、と、不破鉄道さん、これ兄弟なんですよね。の両親が高知県出身。あ、そうな、そういうつながりがあるんですね。共産党の上田さんと、ね、元委員長ですか、不破鉄道さんは、ご兄弟なんですよ、これ。
戦国武将の、ね、こう国民民主の、ネットでも結構ヤフーとかのね、開いたら出てましたよ。兵庫は三人区と。この複数区なんですね。自民、公明、立憲、維新、共産で争うと。安田さんは石川県の女子アナ、あ、それであれなんですね。いや、なかなかね、ビジュアル的にはいいんじゃない？いい候補なんちゃうかなと。戦国武将姿、秋山さん、香川県議野党姿。まあ、秋山さんも当選しありましたよね。バニラのアドトラック、京都だ、景観保護のために茶色になってる。いや、そういうのあるの。本当京都ってね、そういうの厳しいんでね。太郎さん、こんばんは。もう終わりますけどね。もう終わりますけど。キラさんも高知の方じゃなかった。そうそう。キラさんも高知で、お父さんもこの間、当選されたんですよね。まあ、キラヨシコさんも、東京選挙区、まあ、激戦ですからね、これ。まあ、情勢予測では硬いんちゃうかとは言われてるんですけども、まあ、でも本当に、東京っていうのはね、もういろんな人が立候補しますからね、しますからね、20人ぐらい、この間も出てたんちゃいますか？いろんな人が。まあだから、まあ決してね、安泰じゃないと思います。やっぱりもっとこう、まあ切磋琢磨というか、皆さんがね、まあ頑張って勝てるかどうかというところなんじゃない？思いますけど。高知は山原健二郎さんが小選挙区で取ってたことがある。山原健二郎さんっていうのは知らないですけどね、これね。だ高知はだ共産党が強いとこなんですよ、これね。まあまあ、本当に。あ、今夜ありがとうございますね。まあ、本当に。まあ、いろんなね。まあ、今日の話としては、蕨市長選、堺市長選、とかね、まあ、できたんちゃうかな。まあ、あと、倉林明子さんのやつは、京都の人は DVD にして、また配ってくださいと。風委員会のビルでも、1階にテレ、大きいテレビあったんでね、あこでも、PV と代わり番号で流してもらったらいいんじゃない？思います。N 国が票あるのって維新広区支持政党なしの連中と。支持政党なしのね、勝った佐野さんも出る、出るみたいですからね。まあなんか支持政党の話も結構取ってるんですよね。60、70万票近く取ってたんちゃいますか、あれ。本当にね、まあ、馬鹿にはできひんとこやと思います。N 国も。支持政党なしもね。支持政党なしで何にもしてないのに、小林哲さんのね、国民怒りの声とかより、ね、取ってるわけですから。キラさん、山本さん有力だと思いますけど、あと一人どうした？立憲の塩村さんもいけるんじゃないかと。まあ、だから塩村さんも、今はね、いいかもしれません。もう選挙間近になったらいろんなものが出てきますからね。そこに耐えうるのかどうかっていうのが、まあ問われるかなと思いますけど。まあ、水野さんも結構得票しそうなね。イメージ的にはいいと思いますよ。国民民主。大きいテレビで流すと、ね。大きいテレビで流してくださいと。もうキラさんもね、最近は大きいテレビを街頭に持って行って流してると。そういうこともやってはるみたいなんで。支持政党なし、国民に優しくない系の代表。まあ、この人も元ね、自民党籍のあった人なんですか、あれ、あの人も。なんか、
なんかね、もう本当になんか、まあちょっと面白いなと思ったのは、支持政党なし自体のなんか意見じゃなくて、選挙に通ったらみんなの意見を聞いて、賛成か反対かに入れますみたいなね。まあ、舐めてると言えば舐めてるんですけども。まあまあ、そういうのもなんか、ありかなっていうのは思いました。ね、アゲインさん。野党共闘は共産党主導でお願いした。まあ、なかなかこれも難しいでしょうね。だからまあ、共産党主導になれるかどうかっていうのは、やっぱまあ、支持率とかね、まあそういうのによるのかなと。得票数だったりね。まあでも今、立憲が下がってきてるのがね、まあ、これが残念なんですけども。まあ、立憲も頑張ってほしいなと思いますけど。鳥取、島根の5区でも共産党の中林さんが出るのか。まあでも、ここもね、鳥取、島根ももう保守王国ですかね。石破さんとか、ああいう人がいる。まあまあ、ということで、国民に食われるのはごめん。国民もね、まあ、国民民主も、どないなるかね。山井さんはこの間離党するとかいうのがね、出ましたし、ちょっといろいろありますけど、まあまあまあ、この辺で、今日はね、毎日できたらいいんですけどね。終わりますということで、また、チャンネル登録者数1万人まであと3970人ぐらいと、まだまだですけど、お願いしますということで、倉林さんのインタビュー、本当に評判がね、いいみたいなんでね、あれ広めてほしいですね、本当に。まあ、またよろしくお願いします。ありがとうございました。柑橘くん、キャスくん、ありがとうございます。もう終わりますということで、また明日できればなと思います。さようなら。バイバイ。